マサキヨシタマサキヨシタから1934年10月29日は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。広島県佐伯郡久保村11月、海軍兵学校を卒業し、将位候補生としてヤマトに乗り組み日清戦争に出征。1895年12月に海軍将位に任官し、佐世保陳寿府海兵団分隊士となる。 1899年9月、比叡分隊長兼公会長となり、鳥海分隊長、同公会長、呉水雷団、第二水雷帝大帝,帝長、橋立分隊長、関西本部副官などを歴任。1903年5月、富士分隊長に移動し、海兵公会術教官兼幹事、高砂分隊長を経て、1904年1月、 高砂法術庁に発令され日露戦争に出生。同年2月から3月にかけて、旅順校閉塞作戦に、第1回閉塞隊竹明丸、第2回閉塞隊米山丸指揮官として参加。同年4月、佐世保陳述付となり、海兵法術教官権幹事に転じ、1905年8月、海軍少佐に昇進。1906年1月から海軍大学校で、 戦科学生として学び、同年4月、法術練習所教官兼分隊長に着任。1907年9月、海軍教育本部員となり、さらに海軍法術学校教官を兼ね、1909年10月、海軍中佐に進級。同年12月、薩摩法術長に就任し、県横須賀海軍交渉技装員となり、造兵監督官。 関西本部偽装員兼造兵監督官、造兵監督官兼英国駐在、今後副長兼関西本部偽装員、造兵監督官を歴任。1913年11月、海軍省出資となり、横須賀陳治二付、関西本部員を経て、1914年9月、第二艦隊付け兼重砲大使機関に発令され、 第一次世界大戦に出征し陳太夫の戦いに参戦。同年12月、海軍大佐に昇進し、橋立艦長に就任。1915年2月、海兵協同県幹事長に就任。1917年12月、戦艦河内艦長に移動したが、1918年7月、河内は徳山湾で火薬庫の爆発事故により爆沈した。 同年9月、クレチンジュフ付けとなり、クレ海兵団長兼、岩見艦長を経て、1920年12月、海軍省省に進級し、クレチンジュフ参謀長に就任。1922年12月、舞鶴海軍工省長に転じ、舞鶴洋工部工作部長を経て、横須賀海軍工省長となり、1924年12月、海軍中将に進んだ。 1925年4月、軍令部出資となり、同年7月に退命、そして12月予備役に編入された、異界勲章東海軍大佐勢木星虎ラは、長男、正木亮は自邸。ありがとうございます。